サッカーブンデスリーガは、オーストリアのプロサッカーリーグのトップディビジョンである。K12 クラブが所属している。リーグは1911年に創設、世界で最も古い歴史を持つサッカーリーグの一つで、ある。1924年には一部に次二部も創立、一部と二部の全チームが完全なプロサッカークラブとして運営され、イングランド、スコットランドに次いで、ヨーロッパで3番目。 同時に、イギリスを除くヨーロッパ大陸で最も古い歴史を有する。ちなみにプロリーグ初年度に一部で優勝を飾ったチームは SC ハコアウィーンである。まず、12チームによる2回戦争あたりのレギュラーシーズンが行われ、レギュラーシーズン終了後上位6チームは優勝プレイオフへ、下位6チームは広角プレイオフに進む。その際、レギュラーシーズンの勝ち点の半分をそれぞれ持ち越す。 その後、各、プレーオフで、再度2回戦争あたり行われる。2部リーグの2、ブンデスリーガは10チームで構成されている。3部リーグとなるレギオナルリーガは、西部、中部、東部の3地区に分かれており、各リーグは16チームで構成されている。それぞれのリーグ優勝チームが2部に昇格し、下位2チームもしくは3チームが4部リーグに降格する。なお、 オーストリアにはキューブリーグまであるが、6部からキューブは完全なアマチュアリーグである。外国人枠は存在せず、若いオーストリア人選手を使えば使うほどテレビ、放映権の分配金が増えるというシステムを採用している。四半期にごとに計算して、放映権収入の50%を10チームで平等分配し、残り50%をオーストリア人選手の起用実績に応じて、 分配するという仕組みである。この分配金を得るためには少なくとも12人の上記のオーストリア人選手を試合メンバー表に登録しなければならない。分配金は試合出場時間に応じて各クラブに支払われるが22歳以下の選手の試合出場時間は2倍として計算される。オーストリアで初めて FA のルールに基づきサッカーの公式戦が行われたのは オーストリア・ハンガリー帝国時代の1894年のこと。1897年からは、チェコやハンガリー、スロバキアなどのチームも参加した国際大会のチャレンジカップが開催されるようになる。1900年からの4年間、そして1906年にはオーストリアでリーグ戦が行われているが、組織上や財政的な問題、そして実際にオーストリア内での試合より、 ハプスブルク帝国内で行われていた国際新善試合やチャレンジカップの方が人気があったためなかなか継続できずにいた。1911年に現在まで続くオーストリア最高峰リーグが創設された。このような状況からオーストリアサッカー協会のフルゴマイスル会長は全クラブの正式なプロ化を推薦。1924年には一部に次二部も創立され一部と二部の 全チームが完全なプロサッカーチームとして運営されるようになる。そのため1924年がオーストリアでのプロサッカーの始まりとされているが、これはイングランド、スコットランドに次いでヨーロッパで3番目、そしてイギリスを除くヨーロッパ大陸では最も歴史のあるプロフェッショナルサッカーリーグの誕生を意味している。ちなみにプロリーグ初年度に一部で優勝を飾った。 チームは SC ハコアウィーンである。1938年、オーストリアがナチスドイツに併合された。サッカーで成計を立てるというプロフェッショナリズムは、一人の成人としての正式な職業に値しないというナチスドイツの方針からプロサッカーは廃止される。これによってドイツサッカー選手権の参加となっても、オーストリアブンデスリーガはドナウアルペンダンドリーガという名称で、 形は残すものの、ナチスドイツによるリーグのアマチュア化がレベルの低下を招く。第二次世界大戦直後からプロサッカー復活への動きがあり、1949年にはプロサッカーが、そして国内リーグ一部と二部が完全に復活した。また、1951年と1952年にブラジルで開催された国際サッカー連盟と、 ブラジルサッカー連盟が共催したクラブワールドカップでは開幕戦でオーストリアを代表して出場したクラブチームが 1950FIFA フフワールドカップでの優勝選手が5人スタメン出場し当時南米最強チームの一つあったナショナルモンテビデオをエスタジオドマラカナンで40で下し2年連続準決勝進出を果たした 1953年にはフィッハが選出した世界選抜チームに11人の選手のうち6人が、そして同チームの監督までもがオーストリア人で選ばれた。1960年代になるとドイツをはじめヨーロッパの各国でプロフェッショナルサッカーリーグがスタート。オーストリアのチームは1970年代から1980年代にかけて UEFA チャンピオンズカップ。 UEFA カップウィーナーズカップ、UEFA カップ等で2度の決勝、2度の準決勝、6度の準々決勝進出を果たし、ミトローパカップでも3度の優勝を飾るものの、1960年代初期までのような他国を圧倒するような力は失われていき、ヨーロッパ最高峰リーグの肩書きは、イングランドやドイツ、イタリアのものになる。 1995年12月のボスマン判決はドイツやイタリア、スペインのリーグ等に比べ経済力に劣るオーストリアのクラブにとって死刑判決に等しかった。実際に多くのクラブが破産するなどオーストリアサッカー界全体に波紋を起こした。このような厳しい状況の中、ヨーロッパカップで好結果を残したチームもあった。 SV アウストリアザルツブルクは1994年に UEFA カップ準優勝を果たし、翌年には UEFA チャンピオンズリーグでもオランダのアヤックスアムステルダムとアウェーで引き分けギリシャのエクアテネを破った。SK ラピードウィーンは1996年には UEFA カップウィーナーズカップで準優勝した。また SK シュトルムグラーツが3年連続で UEFA チャンピオンズリーグ本戦に出場し、一度はグループリーグを首位で突破した。それまではオーストリア放送協会に、オーストリアブンデスリーガ、及びオーストリアブンデスリーガ2部の放映権が、独占的に与えられていたが、21世紀に入ってからは ORF より、高額な金額で、民間放送の ATV や、同じく民間の有料チャンネルプレミア等が、放映権を獲得。 UEFA ユーロ2008がオーストリアで開催されることが決定すると、それまでは主にサッカーオーストリア代表チームの高結果も手伝い、遅れをとっていた育成に関しても、オーストリアサッカー協会が全体的な見直し、及び改革を実施。UEFA ユーロ2008に向けて新たな育成プロジェクトチャレンジ08が発表され、各カテゴリーの代表チームが、 UEFA 欧州選手権やワールドカップで好成績を残すようになる。また、オーストリアサッカー界に大きな衝撃を与えたのは、レッドブル社による SV アウストリアザルツブルクの買収である。SV アウストリアザルツブルクは2004年の時点で膨大な借金をしており、破産寸前と噂されていたが、レッドブル社の膨大な資金により、ハード面への投資、クラブマネジメントの強化、 スカウティング部の設立、新トレーニングセンターの設立、育成の見直し、及び強化など様々な改革が行われた。a w m a w メイドリンググラーツラスク、ザンクトペルテンハルトベルクアルウィーンアールビー、ザルツブルクスワロフスキーティロルリーと、ボルフスベルガーアルタファ2020から21、ブンデスリーガ所属クラブの所在地、ありがとうございます。